皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はいただいた質問をピックアップしてお答えをしていきたいなと思います。筋肉を大きくするためのトレーニングは毎日やってもいいのでしょうか、というお話です。結論から言いますと、毎日やってもいいんですけども、内容は工夫してください、というお話になります。毎日やっていいかどうかっていうのは、そのトレーニングの強度とその後のですね、栄養摂取とか休息が大きく関わってくるので、トレーニングの内容を考えずにですね、やっていいかダメかっていう判断はできないですよね。前日ですね、例えば胸トレやりました、もうがっつり追い込んで、もうめちゃくちゃ筋肉痛くるぐらい追い込みました、でその次の日にも胸トレやりますってなったら、それはね、もう力も出ないですし、怪我のリスクもめちゃくちゃ高いので、やめてくださいってなるんですけども、多くのボディービルダーの方、競技者の方がやってるような分割法といいますけども、例えば月曜日に胸のトレーニングやったら、火曜日は足のトレーニング、水曜日に背中のトレーニングやって、木曜日に肩のトレーニング、金曜日に腕のトレーニングみたいな感じでですね、毎日トレーニングはするんですけども、鍛える部位を変えることで前日の疲労の影響を少なくするっていうようなトレーニングの組み方があります。こういう分割法を使うんでしたら、毎日やっていただいても問題はないかなと思います。胸のトレーニングで胸をしっかり追い込みましたと、次の日は足のトレーニング、でそんな疲れもないですし、フレッシュな状態でしっかりトレーニングができますと、という形で鍛える部位をですね、日によって分けることで前日のトレーニングのこう疲労による影響を抑えるというようなトレーニングの方法があります。じゃあ一度に全身鍛えるような、トレーニング方法を取っている方で毎日やってもいいのかどうかということなんですけども、これもやっでもいいんですけども、その代わり1回のトレーニングで追い込みすぎないようにだけ気をつけてくださいということになります。例えばですね、週に2回か3回全身のトレーニングをやってます。趣味でトレーニングしてる方だったら、そういう方も結構いらっしゃると思うんですけども、本当はですね、火曜日と金曜日にジムに行きたかったのに、お仕事の都合で今週は水曜日と木曜日しかジムに行けませんと、そういう時の場合はトレーニングの間の体を休める時間がどうしても短くなってしまうので、1回あたりのトレーニングのボリュームを下げていただく、例えば10回3セットを2種目とかやっていたのであれば、2日連続になってしまう時はちょっと種目数を減らしてみてですね、各部位1種目を3セットとか、セット数を減らしてみて2種目を2セットずつにしてみるとかですね、普段よりもボリュームを下げていただいて、トレーニングの強度を下げていただいて、しっかりね、体が回復しやすい状況を作っていただくことで、全身のトレーニングをやる場合でも2日連続でねトレーニングもできるんじゃないかなと思います。そしてですね、忘れてはいけないのが、体作りはトレーニングと栄養摂取と休息、この3本柱どれが欠けてもうまくいきませんので、しっかりですね、食事を食べてタンパク質を摂ると、タンパク質だけでなくて脂質とか炭水化物とかその他のね栄養もしっかり摂っていただくと、でなるべく長い時間睡眠を確保していただいて、しっかり体を休めるということも忘れずに行ってください。はい、今回はですね、筋肥大のためのトレーニングを毎日やってもいいのかということについてお答えをしていきました。分割法を使って鍛えるのであれば、毎日やっていただいても問題はないですし、全身トレーニングをするというような場合で2日連続、あるいは毎日トレーニングをするという場合は、次のトレーニングまでに体が回復できるようにトレーニングの強度とか量を抑えてあげるのがおすすめです、という内容でした。他にも知りたいことがありましたら、コメント欄にどしどしよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。